箱根峠、足柄峠、長尾峠、乙女峠、小尻峠、熱海峠、箱根火山周辺にある峠の位置関係乙女峠は、静岡県御殿場市と神奈川県足柄下郡、箱根町の境に位置する箱根外林山にある峠の名称である。標高1,105メートル。古来、富士山の眺望に優れた継承地として知られ、富士見山峠の一つに数えられる。箱根の国に、 乙女という名前の若い女性が住んでいた。乙女さんと呼ばれていた、この娘は、父の病の治癒を願い、この峠を越えて、御殿場の地蔵堂へ百か日の願掛けに参拝し続け、最後には、願いが叶い父の身代わりとなってこの峠で亡くなった。この乙女さんの逸話から、乙女峠と呼ぶようになったという伝承が残る。江戸時代になると、戦国元には石書が設けられ、 通行の際はここでしばしば足止めされた。このことから乙女峠と呼ばれるようになり、これが乙女峠へと変化していった。乙女峠の下を貫く国道138号の乙女トンネルが1964年に有料道路の乙女道路として開通した。この道路は1984年に無料化された。また、御殿場駅の箱根側の出入り口は、 乙女峠にちなんで、箱根乙女口の名で呼ばれている。乙女峠バス停、乙女峠バス停留所。ありがとうございます。